はいどうも、サイチャンネルのサイです。今回は今日ディズニープラス公式からファルコン&ウィンターソルジャーワンダビジョンロキの一部映像が公開されましたので、個人的に気になったシーンに直感的に感じた考えを加えて、とりあえず話したいことを話していきます。映像自体は31秒と短いですが、とても興奮する内容でした。まだそのトレーラーを見ていないという方のために概要欄に URL を貼っておきます。それでは行きましょう。まずはファルコン&ウィンターソルジャーに関して、映像はファルコンことサムがスティーブから継承した盾を投げるシーンから始まります。投げる時に体を大きくひねっていることがわかります。このシーンはサムがまだ盾を譲り受けてからそれほど時間が経ってないように感じます。しかしスティーブの戦闘を間近で見てきたサムだからこそ、スティーブを彷彿させるようなこの投げ方ができるのかもしれません。しかしスティーブはこれまで下投げでしたが、サムは上投げ、空と地上両方で活躍するサムが楽しみです。そしてバッキーがジモに銃を突きつけるシーンもありました。かつて自分を洗脳し操っていたジモと対峙して、一瞬怒りがこみ上げてきたのか鋭い眼光を飛ばしています。しかし次のシーンでは弾を落としているので、ジモのことを許したのかもしれません。さてファルコン&ウィンターソルジャーの次の気になるシーンがこちら。スタジアムで何やらパレードをしています。おそらくこの後ろ姿は以前にも紹介した US エージェントと思われます。少し見えにくいですが、左手には盾を持っています。そして US エージェントとハイタッチしようとする人物の胸にはアベンジャーズとそっくりなマーク。スポーツイベントか何かにゲストで US エージェントが呼ばれた可能性もあります。 US エージェントがこのような盛大なイベントに堂々と登場していることから、世間も彼らを認めていることがわかります。過去に今作のストーリーを徹底考察した動画を上げていますので、まだ見ていない方はぜひそちらも見てみてください。次は最も気になるワンダビジョンです。公式から発表されていたようにシットコム風のシーンがついにお披露目となりました。いろいろな髪型のワンダ、そして衣装も目まぐるしく変わっています。何を着てもどんな髪型でも相変わらず綺麗なエリザベス・オルセンですが、それはとりあえず置いておいて、気になったのがこのシーン。画面中央にワンダとビジョンが立っているのですが、その他に少し見えにくいですが2つのおしゃぶりが確認できます。そして映像の16秒あたりには妊娠しているワンダの姿が一瞬だけ映ります。このことからワンダの現実改変能力により2人の赤ちゃんがいることがわかります。これは以前この動画で取り上げたスピードとウィッカンの可能性があります。スピードとウィッカンは原作に登場しているキャラであり、ワンダとビジョンの2人の子供です。そして制作陣が2人の子役を探しているというリーク情報が以前流れていましたので、ワンダビジョンで2人の子供が登場するのはほぼ間違いないと思われます。次に気になったのがワンダのこのコスチューム。原作のスカーレットウィッチそっくりの色や形ですが、実写としてはチープな作りになっています。これまで各キャラのスーツは原作をそのまま再現するのではなく、色や形を多少実写に合わせた作りになっていました。ですので今回のスカーレットウィッチのこのコスチュームは原作ファン向けの小ネタとして用意されたものだと思われます。そして何といっても気になるのはこのシーン。ワンダが通常の衣装に戻り、我に返ったような顔をしています。その際ワンダ以外のものは全て白黒。何かの拍子にワンダの現実改変能力が途切れてしまい、現実に引き戻されるというシーンでしょうか。ワンダがテレビを操り、自分とビジョンの幸せな夫婦生活をシットコム風に流しているうちに、こうなりたいという強い思いのせいでそれが現実となってしまうという展開になると思われます。つまり今回の予告で映ったワンダとビジョンの幸せな夫婦生活はテレビの中の出来事、そしてモノクロの世界が現実ということなのではないでしょうか。そして3作品の中で最も短いロキのシーン。この地を焼き払うと意味深な発言をして不敵な笑みを浮かべています。この地が一体どこなのか謎ですが、今作では4次元キューブで様々な年代にロキがタイムスリップすると言われています。それを象徴するようにロキが着ている胸には TVA の文字が。ちょっと調べてみたのですが、これは原作に登場するタイムバリアンスオーソリティの略で、多元宇宙を監視する組織とのことだとするならば、このロキはもしかすると別次元のロキである可能性もあります。はい、いかがでしたでしょうか。とりあえず映像を見て思ったことを吐き出してみたので、この後じっくりと考えたいと思います。皆さんの意見もぜひコメントに残してください。チャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。